今日ご紹介しますのは、フリーザトーンの、アイアンフォレストという、ディストーションペダルになります。フリーザトーンのこちらのペダルは、日本製の、日本で作られた、ディストーションペダルなんですけれども、操作性、それからデザインと、サウンドともに、全てがとても、シンプルそして、スタイリッシュな、ペダルだと思います。で、特徴としてはですね、EQ、ベースとトレブルが独立でコントロールできまして、さらに、レベルと、ゲインのコントロールがついた、全部で4つのコントロールが独立で、操作できます。サウンドの特徴としてはですね、ディストーションなんですけれども、オーバードライブ風の、歪みから、ややハイゲインの、ディストーションまで持っていくことができますが、いわゆる激しい、メタルサウンドのような歪みではなく、なんて言うんでしょうね、とても、整った帯域の、出るディストーションだと思います。その、分ですね、EQ の聞きがとても振り幅が広くてですね、とても聞きがいいので、ベースをカット、ブーストもすごく、柔軟に対応してくれますので、これと極端な、ドライブサウンドが、作れると思います。とても、ノイズの少ないディストーションですので、例えばアンプを、クリーンな状態にした状態で、このアイアンフォレストだけで、歪みを作る際でも、バンドで出すぐらいの音量でも、問題なく、ノイズの心配はないと思いますので、とてもおすすめのディストーションです。Thank you.